はいどうも皆さんプロスペです。日本にはこの規模の都市、地域で独立した県になっていないのは残念だ、と思わされるようなところがたくさんあります。というわけで、この企画では新しい県を作りたいところに作っていきます。初回の今回は北海道地方に新しい県を作っていくのですが、皆さんご存知の通り、北海道地方はその広大な面積にもかかわらず、現状では北海道という一つの自治体にまとめられています。そのため、北海道地方に関しては新しい県を作るというよりも、北海道分割の枠組みを考えるといった方が適切でしょう。北海道の面積は九州の約2倍もあり、分割の違いがあります。今でこそ北海道は広大な一つの自治体にまとめられているわけですが、実は北海道にも複数の県に分かれていた時代があります。北海道はもともと、開拓使という行政機関が管轄していました。この開拓使が廃止された1882年に設置されたのが、函館県、札幌県、根室県の3県というわけです。ただ、人口の大半が古くから日本本土との交流で発展していた、函館県に集中していたこともあり、3県体制はうまく機能せず、わずか4年後の1886年にこれらの県は廃止され、北海道庁によって全域が管轄されることとなりました。このような経緯で、現在の北海道は一つにまとめられているわけですが、再び分権するといっても、100年以上前のこの枠組みを、そのまま持ってくるわけにはいきません。この枠組みでは北海道第二の都市である旭川市を、独立した県にすることができませんし、人口2万5000人ほどの根室市を、県庁所在地とするのもなかなか厳しいです。というわけで時代に合った分割の枠組みを考えていくわけですが、実は現代日本で北海道を分割するという発想は、ただの妄想にとどまるものではありません。平成28年に、同議会議員数十人で構成される北海道文献研究会が、北海道の文献に関する報告書をまとめているのです。今の日本で新しい県を作ろうとすることは、基本的には妄想の範疇にとどまることなので、こうして実現に向けての動きがあったのは驚きですね。基本的に研究会が検討した枠組みは、市町村単位ではなく、振興局という県庁の支部のような機関の、管轄区域を基本単位としているのが特徴です。それでは、報告書に載っていた文献の枠組みをざっと見ていきましょう。まず最も件数が多いのは、道央県、道南県、道北県、オホーツク県、十勝県、釧路、根室県の6県の枠組みです。次に件数が多いのが、オホーツク県、十勝県、釧路、根室県の3県を同等県という一つの県にまとめた、4県で分割する枠組みです。しかし、研究会は6分割案のオホーツク県、十勝県、釧路、根室県の3県と、道南県に関しては規模が小さく、県の自立力保持の観点から無理としています。そのため、報告書の結論としては、4分割案からさらに数を絞り、道南県を道央県に吸収させた3分割案、もしくは道北県も道央県に吸収した2分割案での分権を提案しています。研究会の報告ではこのような枠組みになったわけですが、ここからは妄想で他の枠組みを考えていこうと思います。この動画は規模の大きい都市を県庁所在地にしてみたい、というのが主な目的ですので、県庁所在地の中で最も規模が小さい、鳥取の都市圏人口を超える都市圏を形成する都市に、県庁を置く新県の設置を原則とします。道内にある都市で都市圏人口が鳥取都市圏を超えているのは、札幌、旭川、函館、帯広の4都市となっています。というわけで素直にいけば、これら4都市を県庁所在地として、先ほどの研究会の話で出てきた4分割案での分権を行うこととなるのですが、ここでもう一つ考えていきたいのが、各地域において現在の公的拠点都市がどこかという話です。北海道はその広大な面積のために、他の地方では県庁所在地のみに置かれる機関の一部が、非県庁所在地にも置かれています。代表的なものが地方裁判所であり、通常は県庁所在地に一箇所置かれるのみであるのに対し、北海道には札幌、函館、旭川、釧路の4箇所が設置されています。裁判所をはじめとして、北海道の公的機関には札幌に上位機関を置き、旭川、函館、釧路の3都市のみに支部を置くという形をとっているところが多いので、これら4都市がそれぞれ、道央、道北、道南、道東の公的拠点都市であると言えます。通常県庁所在地にしかない機関が置かれているということで、先ほどの4都市に加えて釧路を県庁所在地とする県も作ってみたいのですが、釧路と帯広を別々の県にしてしまうと、帯広市を県庁所在地とする県の範囲は、十勝総合振興局の管内のみと、かなり小さい規模になってしまいます。
というわけで釧路と帯広どちらかを県庁所在地として選んでいくわけですが、釧路が道東の公的拠点都市としての地位を築いているほか、道東地域全体からのアクセスも考えれば、釧路の方が県庁所在地としてふさわしいと言えるでしょう。というわけで札幌、旭川、函館、釧路の4都市を県庁所在地として、北海道を4県に分県してみたので、各県の基礎データを見ていきましょう。まずは道東県です。面積は北方領土を除くと 25,806.12 平方キロメートル、人口は 83,5492 人、人口密度は 32.4 人となっています。県名に県庁所在地を使うべきか、地域名を使うべきかは悩んだのですが、釧路県にすると帯広が納得しなそうなので、地域名の方を採用しました。県の範囲については、行政区分や地形も考慮しつつ、各市町村の役場から4都市の市役所までの車での所要時間を、Google マップを用いて調べ、そのデータを元として決めました。地方裁判所が4カ所なので、その管轄で県の範囲を決めれば綺麗になりそうなものですが、裁判所の管轄は本部への所要時間というよりも、各地に設けられた支部への所要時間で決まっていそうな部分があったので、採用は見送りました。もし本当にこの県ができたら、釧路と帯広はどちらも県内最大都市を名乗り、互いにかなりのライバル心を燃やしそうですね。続いては道北県です。面積は 26,496.86 平方キロメートル、人口は 78,217 人、人口密度は 29.4 人となっています。こちらは先ほどの道東県と違い、旭川が文句なしの最大都市ですので、旭川県にしても良かったのですが、どうせなら地域名で統一した方が綺麗だろうと思い、この県名にしました。空知総合振興局は札幌と旭川に挟まれて存在しているので、半分くらいが旭川側、もう半分くらいが札幌側になりました。旭川自体は北海道第二の都市なのですが、旭川以北があまりにも田舎すぎるため、県全体の規模としては道東県を下回っています。続いては道央県です。面積は 18,609.91 平方キロメートル、人口は 318,8153 人、人口密度は 171.3 人となっています。道央県は札幌市を含んでいるということもあり、北海道の人口の6割以上を占めています。北海道は人口が500万人くらいしかいないのに、そのうち200万人近くが札幌市に住んでおり、札幌一極集中が顕著です。このような一極集中を解消するために、文献の話が出てくるわけですが、逆に一極集中が激しいがために、財政的な理由などから文献のハードルが高く、現在まで分割されることなく北海道が残っている、ということもできるでしょう。現実的には文献はせず、道の政策によって各地域の発展を図ることが、札幌一極集中対策となるんでしょうね。最後は道南県です。面積は 7445.83 平方キロメートル、人口は 42,752 人、人口密度は 56.5 人となっています。道南県は範囲の大部分が渡島半島となっており、面積がそこまで大きくはないので、全都道府県で最も人口が少ない鳥取県と比べても、規模がかなり小さくなっており、研究会が県の自立性担保の観点から無理といったのも頷けます。ただこの動画はあくまで妄想ですし、函館は都市規模的にさすがに独立した県にしてみたいのに加え、一応40万人いるので大丈夫だろうということで、道南県を設置してみました。さて、このようにして北海道を分割してみたのですが、4分割してもなお、道東県、道北県、道央県が面積ランキングトップ3を占めることとなります。こうやってみると、いかに今の北海道の広さがめちゃくちゃなのかわかりますね。さて、新しい県を作ってみたシリーズ第1弾、いかがでしたでしょうか？次回は東北と関東をやっていこうと思いますので、よかったらご視聴お願いします。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。